皆さんこんにちは、鏡焼きです。今日は、以前動画でも紹介いたしました、こちらの油彩画スミレとアメジストの関係性という作品に、筆を入れてちょっと加筆をしている状態です。動画でもご紹介させていただいた時はもうあれで完成だったんですね。で、2020年の12月の個展用に制作をしてまして、それから、私の元に戻ってきた作品だったんですね。でずっと自宅で保管させていただいていて、で、手元に戻った作品っていうのが時々展示とかで再お披露目させていただくこともあったんですが、こちらの作品に関しては再お披露目をずっとせずに大切に自宅に置いてました。それでずっと心の中で温めていたことではあったんですが、機会があったらまた筆を入れてみたいなって思っていた作品だったんですね。それでちょっと思い立ちまして、筆を急遽入れております。以前の状態は動画にも残ってますので、そちらで確認していただけますと幸いです。で、その動画でもご紹介したんですが、こちらの作品の物語としては、この女の子っていうのがスミレを具象化させた存在なんですね。で、後ろにあるのはアメジストなんですけど、ひょんなことからこの女の子が咲いている野原というか草原に、このツバメがアメジストを落とした。そこでスミレとアメジストは出会うわけなんですが、彼女はそのどういう感情なのかはわからないですけど、そのアメジストにとても惹かれたんだと思うんですね。でも自分はその土地から動くことができない、根っこが張っているので。でアメジスト自身も自らの意思で動くことはもちろんできないんですが、風だったりとか誰かがぶつかったりとかして近づく可能性はあるかもしれないんですけど、でももうこのスミレの女の子には自分に時間がないっていうことを把握していて、この持っている種に自分の思いを託すわけなんですが、スミレの種ってパンって弾けて15センチぐらいまでは飛べるのかなって思うんですが、そうやってこうつないでいって、次の世代に次の世代につないでいった先にやっとアメジストと出会うことができることを彼女はこの種に託すんですね。でそういうストーリーだったんですけど、普通に考えて切ないなって思ってまして、ストーリーは変更せずに別の形でスミレの女の子の思いをもう少しハッピーな形に変更できたらなと思って筆を進めております。で、だいぶ書き進めてきてるんですが、これから変更していく場所に関しては表情ですね。女の子の表情を、とても切ないお顔だと思うんですね。でも前回の時に比べるととても明るくなってるんですね。この時点で頬紅もついてますし、お口もちょっと口角が上がってるんですね。でももうちょっと柔和にしていきたいなと思ってます、で、なんで彼女は表情を変えたのかっていうことなんですけど、運命を受け入れたことは変わりはないんですね。でも運命を受け入れた上で
その今世では無理なんだっていう諦めではなくって、必ず幸せになるっていう思いを彼女は抱いたんだと思うんですね。一見してみると今世では出会わない、触れることは叶わないかもしれないけど、触れられる未来があるんだっていう、とてもこうポジティブな発想なんですね。で、多分植物さんたちって人間の思考とは全然違うものを、価値観を持ってると思うんですけど、短期的に多分物事をおそらく考えてない種族だと思うんですね。全て分かることは難しいかもしれないんですけど、でもおそらく植物はこういう次元の愛を持ってるんじゃないのかなとかっていうのを自分なりに落とし込みつつ、明るい未来のために彼女はまだ生きてるわけなので、人生をこう全うする彼女を描いていきたいなと思っています。まだ制作過程なんですけど、ちょっと思い立ちまして動画を撮らせていただきました。こちらはお披露目の予定は特になくて、オンラインショップでの公開販売にさせていただきます。完成した彼女をぜひぜひ見てあげてください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。